どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。メンドールだぞ。先日、ゆっくり生配信で、メンドールの子供、ヤジロン30匹の交換会を行ったところ、視聴者さんから、すごいポケモンがいっぱい送られてきたんですよ。いやー、たくさんの人にオイラの子供たちを引き取ってもらえて、本当に嬉しいんだぞ。交換してくれた方もできなかった方も、参加してくれてありがとうございましたなんだぜ。それでは、いただいたポケモンたちを紹介しましょう。じゃじゃん、こちらです。おーおー、いろんなポケモンが、伝説や色違いもいるじゃねえか。うん、持ってなかったポケモンも多かったし、私にとってすごく嬉しい結果だったよ。まずはこちらのマッピョ。平べったくて見えづらいけど、色違いです。地面電気タイプってことは、原種の方だな。マッピョには思い入れあるから、すごい嬉しいね。こちらは色違いラプラス。しかも巨大マックス個体だよ。こちらのブーバーも色違い。へえ、こんなピンク色なんだな。さらに色違い人影まで。おお、黒リザードンになるやつじゃん。最初から黒いわけじゃないんだね。伝説のポケモン、イベルタルまで。これは対戦でめちゃくちゃ強いって話だよな。うん、まだ捕まえてなかったから嬉しいね。イガイアスの色違い。めちゃくちゃかっこいいんだけど、水色の石が綺麗だね。エスパー大好きな私としては、この色違いイエスさんが一番嬉しかったかも。メスの方だな、可愛いんだぜ。しかもこの子、理想個体だったのよね。すぐに対戦で使えるわ。そして、色違いガルーラのミサエ。いや、なんでミサエ？ちなみにこのガルーラは、色違いヤジロンと交換したわ。今回の交換会の当たり枠だな。さらに、シュバルゴ色違い。いや、色違いもらいすぎじゃね？こっち一匹しか出してないのに。まさかこんなにいいポケモンもらえるとは思ってなかったわ。恐縮です。で、私コメント欄見るまで知らなかったんだけど、ピカチュウのメスって珍しいらしくて、尻尾がハートになってるのよ。ああ、ほんとだ。これめちゃくちゃ可愛くない？一気にピカチュウファンになっちゃったよ。そして、色違いのエアームドですね。渋い色でかっこいいな。今回、たくさん交換してくれて、改めてありがとうございますなんだぞ。メンドールは、リフレクターと光の壁によるサポート、トリックルーム展開からの大爆発による自主退場、ステルスロックや地鳴らしによる起点作りと、いろいろできるから、ぜひ対戦で使ってほしいんだぞ。私たちもいただいたポケモンを使ってみたいので、早速パーティーを組んで、対戦やっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。マジでお金がなくて、育成は間に合っていませんが許してください。カジュアルバトルとはいえ、相手もザマゼンタが1匹入った。ランクバトルと同じ条件での勝負となるぜ。対戦、よろしくお願いします。相手の初手は、雪の王。私が選んだのはローブ神よ。これは出しがちなんじゃないかな？格闘タイプだから、氷の弱点つけるな。それに、初手にオーロラベール貼られても、瓦割りで壊すことができるわ。おっと、オーロラベールは貼らずに殴ってきたな。でも、殴り合いならこっちが有利なはずよ。くらえ。ああ、惜しい。ごめんよ。私にタウリンを買うお金があれば、倒しきれなかった理由が悲しすぎるだろ。雪の王、ここでウッドハンマー。これは痛い。雪の王って草タイプも入ってるのか。珍しい複合タイプだよな。さて、次に出てきたのはまさかのヌメルゴン。ローブ神はあられと火傷のダメージをギリギリで生き耐えたけど、これは、先行取られてやられちゃうかな。マッハパンチは覚えていなかったので仕方ないな。でも、よく頑張ったわローブ神。相手の2匹目が判明したのはでかいわよ。ここはイベルタルから入るわ。ダークオーラを放っている。めっちゃかっこいい特性だな。さて、ドラゴンダイブが効果抜群だ。ダイマックスは切らないのか？うん、おそらく相手の最後のポケモンはザマゼンタだから。こっちの3匹目、シュバルゴのダイマックスで受けるわ。で、相手のヌメルゴンの方が素早いんかい？このイベルタル 4V なんだけど、素早さがまあまあだったから仕方ないね。しかしここはさすがの耐久、相手のダイマターンを枯らせそうね。で、ドラゴンダイブって、てっきり1ターン目は潜るみたいなやつかと思ってたけど、違うんだ。そしてまさかのヌメヌメヌメルゴン、素早さが下がっちまったぜ。まあどっちみち抜かれてるから関係ないね。
それより、ダイドラグーンで攻撃下げられたのがちょっと痛いわ。あんまりダメージ出せなくなっちゃったな。ここでヌメルゴンダイストリーム。天候を雨に変えてきたわね。って、ドラゴンダイブ外れたんだけど、結構命中不安定な技だったんだな。またドラゴンダイブ打っちゃったけど、ここはちょっとでも削るために、不意打ちの方が良かったね。イベルタルはやられちゃったけど、あとはこの、色違いシュバルゴに任せて、相手のダイマックスは終わった。むしろダイスチルで防御を上げる、いい起点かもしれん。さあ、スタジアムに現れた巨大な騎士、ピンクの縦髪のシュバルゴが、すべてを終わらせてくれよう。シュバルゴはめちゃくちゃ遅いので、ほとんどのポケモンに先行を取られるが、高い耐久によって、しっかりと耐えれるわ。さらに攻撃種族値も高いから、ヌメルゴンを軽々突破していく。そして、狙い通り防御を上げることができたな。やはり来たわね、ザマゼンタ。しかしいくら伝説のポケモンといえども、防御が一段階上がったダイマックスシュバルゴを、倒すことはできまい。相手に有効打ないだろうからな。そう、シュバルゴの虫鋼という複合タイプは超優秀で、4倍の炎技以外に弱点がない上に、9つものタイプを半減以下で受けられる。もちろん、ザマゼンタのメインウェポン、巨獣弾もね。巨獣弾はダイマックス相手に2倍のダメージを与えるが、タイプ相性で半減してしまえば実質10倍だな。さ、ここのダイナックルで半分入った。こっちの攻撃が上がったから、相手が鉄壁積んでも、押しかけるはずよ。シュバルゴ、ザシアンやザマゼンタにマジで強いかもな。さあ、来たわね巨獣弾。演出はかっこいいけど、ほとんどダメージは入っていないよ。そして鉄壁積まなかったってことは、このダイナックルで確定で落ちるな。さあ、やっちゃいなさいシュバルを。対戦、ありがとうございました。いやー、視聴者さんがくれたポケモンたち、めちゃくちゃ強かったな。うん、本当にみんなに感謝だね。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。